神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8、0。7日に放送される第19週と第91回のあらすじを紹介する。爛漫の記事はこちら。第19週、やっこそう、あらすじ。長女の園子が亡くなり、悲しみに暮れる末子だったが、万太郎や母の松に支えられながら無事に第二子を出産する。そんなある日、ロシアからマキシモビッチ博士。が亡くなったとの知らせが届く。ロシア行きを断念した万太郎は、今、自分のやるべきことをやると決心。まずは田辺から寄贈を命じられた標本制作のため、植物採集の旅に出ることにする。高知の山奥で虎徹という少年と出会い、彼の案内で珍しい植物を発見する。その植物を新種だと認定した万太郎は、やっこそう、という和名をつける。第91回あらすじ。長女、園子を亡くした悲しみから、なかなか立ち直れない万太郎、神木隆之介、と末子。浜辺南、松、牧瀬里穂、凛、安藤玉江、倉木夫婦、大東俊介、鳴海莉子らも心配していて。万太郎は、いつか自分たちが園子のところへ行くときに図鑑を持って行こうと末子と約束をする。